今日はキラキラプリキュアラモードの塗り絵で遊んでみるよ。塗り絵スタート。キュアホイップの塗り絵で遊んでみよう。簡単か難しいかを選べるみたい。まずは簡単な塗り絵をやってみよう。わー、かわいいキュアホイップ。でもキュアホイップの色ってどうなんだっけ。忘れちゃったな。お顔は緑だったかな。確かお洋服はこんな色だった気がする。髪の毛は、あ、これかわいい。あとはこの色もいいね。あら、変な色になっちゃった。こんな感じかな。リボンはこの色で、袖はこの色。腕と首は緑だ。ここは黒だったかな。わあ、なんかかっこいい。ここはこんな色で、これはこんな色かな。耳もこの色。帽子はピンク。かわいい。袖は黄色にしようっと。確かこんな感じだった気がする。あ、ここにお手本っていうのがあるよ。これを押すとお手本が出るんだね。よーし、お手本とこの色一緒かな。あ、いけない、お目目も塗り忘れてた。お目目はこんな色かな。あ、両方黒がかわいいね。よーし、お手本を見てみるよ。それ。あ、全然違う。わあ、キュアホイップってこんな色だったんだ。お洋服は白なんだね。で、リボンとお髪がピンク。ここは黄色なんだね。お目目は赤色だよ。全然違う。でもこっちのキュアホイップも変わった色でキュートだよね。よし、もう一度塗ってみよう。今度は難しいの方で塗ってみるよ。難しいって何が難しいんだろう。あ、色を作れるみたい。あ、この色いいなぁ。わぁ、青色のキュアホイップもいいね。確か、お目目とこの部分は赤だったんだよね。今まで見たことのないキュアホイップを作ってみたいから、お髪は黒にしちゃおうと。わあ、かっこいい。色を作るで、茶色っぽい髪型にしてもかっこいいな。これも素敵。髪を茶色にしたら、お洋服を黒にしちゃおうと。
ここはピンクで、リボンも赤っぽいピンク。うん、かわいい。ここもピンクにして、ここは黄色だったかな。首元は赤色。わあ、このお洋服すっごくかわいいね。背景も塗って、うん、素敵。影ってあるけど、わ、影ってつけると立体的な色になるね。かっこいい。アニメってなんだろう。押してみるよ。あ、アニメを押すと背景が動いたり止まったりするんだね。見えるかな？このキラキラが動いて止まって動いて止まる。うん、面白い。一応お手本見てみようか。やっぱりお手本とはだいぶ違う。よし、お手本通りに塗り直してみよう。どこが違うかな？まずはお顔の色だよね。ちょっと違う。色を作ってみようと。ちょっとこれの明るめの色。あ、こんな感じかな。うん、いい感じかも。そしてお髪の色も違うよね。お手本を見るとこんな色かな。うん、良さそう。あとはここが、よいしょ、黄色で白で、お洋服も白だね。そしてお手本もう一回見てみようと。あ、ここがピンクなんだね。いちごの色もちょっと違うかな。うん、リボンの色がもうちょっと薄いピンクか。ここも薄いピンク色だね。こんな感じかな。うん、あとは背景の色を合わせて、ちょっとこれで薄すぎるか。あら、黄色になっちゃった。こんなぐらいかな。うん、ちょっと近い感じ。よし、これでキュアホイップ出来上がり。おめでとう。今日はサンプルで無料で遊んでいるのでここまでだよ。会員登録するとお友達カードが印刷できるんだって。面白そう。みんなもキラキラプリキュアラモードの塗り絵でキュアホイップを可愛くぬりぬりしてみてね。お手本を見ながらいつものキュアホイップの色を正しく塗るのもいいし、自分なりに全然違うキュアホイップに塗っちゃっても楽しいよね。こんなキュアホイップがいたら面白そう。うん、素敵。みんなもいろいろ無理無理して遊んでみてね。ちょっと芸術的になっちゃった。じゃあね、バイバーイ。
このブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。